はい、ということでパート1の続きから見てくれた方ありがとうございます。パート2ですね、今日はこれで。さあ、ちょっともうちょっとここ探索しようか、試合する前に。こんなん初めてやからさ、広すぎる。お、あ、これこいつ喋りかけれんか。なんか喋りかけれる人おったら喋りかけたいよね。アリーナなんかあるかな、ここはなんかある。操作がね、あ、いけへんか。じゃあ、もう試合行こうかな。でね、シティは全然探索できてないから、探索はもう動画にせんでいいよね。しようかな、それとも。なんか、一日、ちょっとずつシティを、ね、試合前に探索していくとかありやな。次回からそうしましょうか。はい、ワークアウトもできると。ってことで、今日は、シーズン見たら、じゃあ、これか。スクート・ヘンダーソンとルーキー同士の戦いです。はい。ってことで、行きましょう。さあ、来た。うわ、こっからめっちゃ嬉しい。うわ、すげえ。マジで試合みたい。自分がほんまに選手になってるみたいな。シュート練習で行く、テイクオン。すげえ。ウォームアップね。ごめん、俺、ホークスのとこで練習してもらった。はい、ちょっと練習します。じゃあ、はい、ってことでシュート練習終わり。ってことでホークスさん行きましょう。よっしゃ、結局1本しか決まらなかったでも前みたいになんかめちゃくちゃ速いみたいな。シュートなんかあれバグやったかな、結局異常に速いシュートってことで行きましょう。今日はねマジで行きますよ。頑張ろう。2連敗は避けた。よし。やっぱ 2K20 と比べて動画時間は長くなりそう。できる限り短くはします。さあ行きましょう。とりあえず今8分ですね、試合時間。今回の前回はちょっと長かったけど、ね、あとあれ難易度変えるかもしれません。オールスター変えるの忘れとったわ。多分オールスターじゃなくすわ。1個だけ落とすわ。さあ戻して、さあオフボール。オーケー、いいや、お前それ決めろ。さあ俺取れやんか。今日早い、あ、今日だけオールスター。次回から難易度も変えます。ナイス、オッケー。とりあえずレアの2水を出すと。ナイス、あら届いた。オーケー、よし。さあ自分でいい、自分でいい。ナイス、素晴らしい。よし、さあこれ、今日はとりあえず10得点5アシスト目指す。これファールか。さあトレアンがお前には打たせ。だいぶね、そうさ、ちょっとね、ちょっとだけ練習したから前よりはいけると思う。さあこれ、いやくそ、オッケー。あれトレアン今日調子悪い、あれしゃ、スタどうしようかね。パスアンド打っていこうか。はい、さあ OK。 いやー相手はないけど、いやリバウンド取れそうやった。いやさすがの大変。さあまだ能力値低いから無理にダブルチームとかはいかんにします。さあまあ、自分が下手なのもあるけど、まだ能力低いから、ちょっと課金して、強くしようかな。今、60やから、70ぐらいにしてもいいか。くそ。ほら、じゃ能力低いから、さすがにもうちょっと上げようかな、能力は。ちょっと課金して。じゃないと、使い物なのかな。ここファールでいい。けど、うん。
ここだぞ。さすがにミスマッチ。さあ、さあ、ピカドル、近かなかったね。さあ、ロビンソンからのピックアンドロイド。OK、うまっ。いや、打て。いや、打てや。自分も打てたけどな。いや。あ、残り3分。ナイス。いや、なんだろう、全然強いな。やっぱさすがです。てか8対7で結構いい勝負できてるわ、前回に比べたらね。ちっさ、いや、あまりちょっと入ってもた。うん、ほら、ちょっとオールスターやからきついかも。まだ PC 版のオールスターマジ弱かったから。これ OK、 ファウル。とりあえずファウルもないのか。さあ、スクリーン。いや、でもまだ早いな、これ。もうタイミングつかみづらい。OK。また設定しとこう。調べるわ。さあ、ミルズ。ホークス。マジか。OK。ナイス。さあ、2ガード。はい。素晴らしい。いや、ナイス。さあ、しっかりオフ。オフボールで、いや、素晴らしい、これ入ったら OK。 よっしゃ、素晴らしい。あと3で、ちゃんと能力低くてもタイミングさえ合ってれば3入りますね。いや、前回のシュートメーター何やったのシュートメーターも変えたんやけどね、今んとこ変え方が分からんから、これまた調べます。さあ、いけ、いや、素晴らしい、初アリウープ。よし、 OK。 さあ、ミルズ、これ。さあ、残り1分、結構出てますね。いや、 OK、 ナイス。今日勝てるんちゃう、マジで。いけそう。でもパスはあんまりくれへん、やっぱり。そう、ちゃんとフリーにならないと来れないっていう印象。はい、いや、強烈、調子いいわ、素晴らしい。さあ、これがちょっとシューティングガードっぽくなってるのかな。196cm やから、ちょっと微妙。ブラッドリービルぐらいか。さあ、はい、またブランソン。はい、ボール回します。 OK、 俺中入って、これ行けばよかったな。あれか、ごめん、ミスった。ちょっと俺が行くわ、ボグダノビッチ任せます。さあ、ここ、いや、いや、決め、開いちゃった。でも全然いい勝負してますね。さあ、13秒、ブランソンに任せてもいいけど、いや、いかせん、いかせん、いや、うまっ、しゃあないしゃあ、うい、いけ、うん、さあ、第2交代いきましょう。あ、交代か、さすがにね。あ、いや、24対33だ。結局点差になるのか。いや、うん、いや、惜しい、うん、やばい、相手量は大丈夫、ごめん、誰か止めて、くそ。今日はね、調子自体だから、とりあえず一桁最高か。さ
サブランソンかな、ツーガードし全然使っていこう。さあ、ブランソン。いや、ちょっとスクリーン使えなかった。OK、OK。警戒、警戒。ホークス、118。松間ちゃん。あ、松間か。ちょっと待って、設定してもらった。おい。設定しておいたね。攻めてくんだ。さあ。うん、くっそ。さあ、ここ。L。違う。ポストアップ行ってほしいのに。OK。よし。はい、これ。はい、これもなくしたいないちいち止まりたくないな。ちょっと次回まで直しておきます。マイクあるか、塩なんか、それとか。いや、おい、そんな簡単に決めてくんなら。はい、ラスして俺に渡してくれないよ。くっそ、戻る戻る。また点差離れてしまってますね。大丈夫、ナイス。はい、 OK。 よし、オーケー、うまあ、急にうまなったけど。あ、ということで第2クォーター1分切った。テイクオーバー使えるよこれ。なんかいろいろ選びますね。で、四角をして、さあテイクオーバー来た。何のテイクオーバーか分からない。とりあえず股のマークあるからシュート入りやすくなるみたいな感じだと嬉しい。おい、よっしゃ、急にもらったけど。さあさあ、やばい、70、69、右上減っていってる、めちゃくちゃ。でも分かりやすい。うわ、このディフェンスの間に減っていってます、クソ。これ3つまで貯めれるってことか。まあ第1段階で使ったって感じなのかな、多分。さあ、ディフェンスいい感じ、ナイス。オッケー、いや、お前ちゃんとリバウンド、じゃあこのファウルしたの。オッケー、まだ3番。よし、まだチームファル3つやから。オッケー、ここ守って9点差で1桁で前半終わらす。スリー打たせ、さあ来い。いや、入んな。よし、よしよし、じゃあ後半行こう。さあ、ということで第3クォーター、12得点3アシスト1リバウンド、結構よくない？いい感じじゃん。素晴らしい、2試合目で。いや、パス出してもよかったよ。さあ、7点差。くっそ、うますぎ。追いつけんわ、それは。さあ、ゆっくりゆっくり。あるからの、スクリーンレシーブ。はい。OK。バレット1対1、素晴らしい。よし、さあ7点差、これマジ追いつけるぞ。オールスター相手も勝てる。よっしゃ、ナイディナイディスイ。さあ、どうしよう、評価も B やしな。あとはちょっとリバウンドもうちょっと欲しいと。さあ一旦戻して、パス回します。ナイス、いいや、
RJ バレット一人で行けるやな君。よし、4アシスト。さあ、いや、そこのリバウンドきつい。危ねえ。いや、お前ドリブルの、ドリブルなんか種類増えた。やば、絶対めっちゃいい、よりリアルになったというか、ドリブルが。はい、タイムに。ナイス。ごめん、さすがに無理か。おお、それ追いつくか。いや、ロビンソンちょっとアリウープやりやすいじゃん。これからも使っていく。さあ、ここ、おいえ、お前真似たな俺を。よし、はい、はい、ロビンソン、よし、冴えてます。さあ、これで3点差。よし、いや、オッケー、いい感じ、ナイス。いや、さ、ダメ、うん、あ、また10点差か。さ、はい、さあ、RJ バレット自分で、いや、素晴らしい、12点、得点7アシスト、いいんじゃない、いいんじゃない、2戦目にしても、あともうちょっと点欲しいね。もう20点ぐらい取っときたい、2試合目。ナイス、ないでないで、マジないで。さあ、これ抜かす、うますぎるって。うん、あんなん止めれるわけないや、どうやって止めたらいいのドライブ、ちょっと離れた方がいいか。さあ、よし、はい、素晴らしい、ピックアンドロール。よし、これダブルダブルいけるわ。すごい、うん、いかせんよ。いや、開いちゃった、もう開いちゃダメないや、そこ大丈夫でしょ、うん、はい、バックバックへ。あ、2秒、一球吐いて、うん、なかなか難しい。いや、一気に追いつきたいけどな。くそ、いや、マジで追いつかん、うん、13点、またきつい、一気にこ、いや、うま、素晴らしい、うん、無理やりいったった。さあ、取り合いよりマシやろ、あんま話すなよ。さあ、これくそ、いや、うまい、うん、あ、交代か。じゃあ第4交代。おっと、5分19秒で2点差。マジか。俺いけるんちゃう、マジで。はい。いや、ステップワークもすごい広いし。さあ、これ入ったらやばいけど、さすがに。いや、なんでそこ開くねん。おい。前は。さあ、4点差。行くぜ。さあ、ピカドル。はい。引きつけて。いや。引きつけすぎて。さあ、どっちもいいよ。さあ、入れ。うん。まあ、まだファール行こうやから。最悪ファールして。トレヤン、行くなよ。ちょっと動き回らんといてくれ。頼むわ。くっそ。頼む。いや、普通のステップバックエグい。
いや止めれんわそれ。どう止めたらいいんですか。さあオフボールで、見て素晴らしい。オッケーオッケー。ランドルも14得点。いやちょっと待って、抜かれる。よし追いついた。よし、はい、いやごめんマジで、それ通ると思ったわ、うん、ガチですもん。いや、さすがに、いや入らんか。いや絶対ここ止める。ここ止める。いやどう、開くなそこ。それはエグですって。さあ残り2分、もう強引にでもいいから決めていこう。はい、よし OK、 よしオールスターでも一応ピックアンドロールはいける。さあ残り1分40秒、あてさ、ここはもう点決めるというよりディフェンスで絶対点取らせないのがまず大事。いや頼む、 OK。 いや一応通ったな、頼む。ロビンソン、ファール。マジか。さあ、1本外した。OK、2本外した。素晴らしい。はい。いけ。おら。おら。見たか。5点差し。行くぞ、これ。さあ、すぐ気をつけて、トリオン。スクリーン来るなよ。くんなって入んな、もう入んな、頼むこれ、待てる、いけ、すく、いっちゃう、うん、ちょ、無理やりすぎた、いけ、もう焦んなって俺。 OK、 ナイスナイス、焦んな焦んな、ちゃんとランド決めてくれ。いいや、オッケーオッケー。さあここ3決めたいけどな。さあ行くぞ、いいや行くぞ。さあロール、さあリバウンド頼む。いいや止めないか。いやー連敗きつい、まだ諦めんな。まずはい、よしナイス。いやお前だからそのまま入ってくれよ、いけ、うん、もうこれはさすがにきついかなです。いやーまあまあまあ、でも結構いい勝負したね。次回から難易度落とすから結構いい勝負になるじゃん。シャラシャラ、オッケーオッケー。さあ今日は16得点、まあリバウンドは少ないな、でも9アシスト、フィールドゴールも 43%、 そんなに悪くはない。いいね、よしよし。あこれで920、いいね、ありがたい。はい、ということでこんな感じかな。ということで次回からはちょっとサーシティをちょろっとうろついてから試合に行きたいと思います。ということで今回はこの辺で終わります。ありがとうございました。